源のため国は、平安時代末期の武士、官人。生は源氏よりきより倉人源、森光の子。後に、源の賢清の養子となる。義兄帝に、宗清、帝国、合国、聖国らがあり。子に、同姓、も国、に、宗ザネ、協業、新国、おもんみ国、世のべ、宗のらがある。室は、新税城など。ストックイン法眼台。 号は、村上法眼台。品濃村上氏の祖。下方元年の白川院図祖事件に連座して、品濃国へ入るされた王子、源、賢吉の養子となり、とで、ストックイン方眼台を務めた。こうした関係から方元元年7月の方元の乱では、ストック上皇、藤原頼長方として、平か広らと共に、 白川北殿に参じたが、敗北後の罪名宣言にその名はなく、処罰を免れたものと考えられている。これは、自身が、神勢の無効であったことや合戦に深く関与していないことなどが関係したと推測されている。後大、子孫は、信の村上氏として存続した。なお、尊卑文脈には同じく、信の国を地盤とした、源の三つ海の子孫に、 源のため国という人物が見え、来世流村上市からの養子とされる。この源の元国は、加やい方岩大となり同じく、村上法眼大を行使、また弟の源の聖国は八条院法眼大となり、千曲軍、旗号によって、旗法眼大を行使、国家の在庁官人となった。安信、ありがとうございます。